マミモメモ、セイカです。日本一ソフトウェアさんの Twitter RT 企画でプレゼントが当選しまして、到着したのでそちらを紹介していきたいと思います。ご当選おめでとうございます。ありがとうございますちなみにツイートはこれです。なんかツイート数が少なくって、で当選する数が多いからさ、これ倍率意外と低いぞと思ってたんですけど、当たっちゃいましたね。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そう、千の奇跡はもともとプレイステーション3と4で発売したゲームですけど、最近ね、日本一ソフトウェアさんを通じてスイッチでも発売されるようになりまして、こちらが3と4の発売記念に RT 企画があったやつですね。まあ見ての分かる通り、3と4を入れるためのソフトケースですね。私はですね、一応あのプレステ4でクリアしてる人間なんですけど、個人的には、いや、私は任天堂機は大好きなんですけど、プレイステーションで出てるソフトだったら私はプレイステーションでやりたい人間なんでそう、別にこうスイッチ版お布施でも買うか悩んで買ってないっていう感じなんですよね。なのでこれをいただいてすごい本当に嬉しいんですけど、入れるものがねなくってね、あ、買わなきゃなってちょっと反省しました。出来上がりこんな感じですね。いいね、めっちゃいいわ、めっちゃいい。これだってグッズで普通に欲しいもんね、特典のグッズとかね。ツイッターの RT 企画でじゃないと手に入んないって。で、こちらにね、ちょっと本当に申し訳ない、本当に持ってなくって申し訳ないこちらにね、ちょっとスイッチのソフトをね、急遽持ってきたんですけど、これが入るっていう話ですよね。でね、入るね。はい、入りました。完璧じゃんいや本当にね、どうしよう、ちょっとお金が最近ちょっとやばいからさ、お布施もできねえはい、スイッチって結構みんな持っててさ、スイッチでようやくこう奇跡シリーズが出始めてきてさ、とってつもなくこう進めやすくはあるからさ、この調子で頑張ってほしいね。ちょっとゼロの奇跡、青の奇跡もね、いつかもしかしたらもう計画出してるかもしれないですけど、あわよくば空の奇跡まで頑張ってほしいで、私はここまでやって作らんのかいってなってるかと思うんですけど、こっち入んない、あ、入らないか、入らないか。これ A4 のクリアファイルなんですけど、いや待てよ、こうじゃなくってこうなら入るぞ。そうだよね、だって A4 のさ封筒に入ってたんだから、 A4 のクリアファイルに入らないわけがないんですよね。あ、そう、ちなみにこれ富士フィルムさんでさ、毎月なんていうの、イラストがね、写真の用紙で買えるんですよ。それを入れてる A4 のファイルなんですけど、これ2冊目ですね。この辺りに、最後のあたりに入れとこうかな。厚紙入れて、厚紙いるか、ちょっと一応入れとくか。厚紙じゃなくって普通にコピー用紙でいいかな。で、ついでにこのご当選おめでとうございますもコレクションしとこう。止まりかな、うん、この辺はおいおいやっとこう。もうこれはね、いつか紹介できたらいいけど、なんかね、割とね最近豆に買ってるんですよ、毎月。うん、